レディーゴー。はい、今回は山口県の周防大島町、ここは伊保田港ってところに来てんねんけど、ここから定期船で約15分3キロぐらいのところに情け島って言って、まあ、周囲大体 6.9 キロで、で人口、まあ、2年前ぐらいの情報やけど37人ぐらいの漁師町やねんけど、まあ、他の島から過去に子供を飼ってそこで強制労働させてたと。でだから人身売買島とか奴隷島とかって言われてんねんな、今回はそこに、船で行きたいと思います。出てこ、船来てよかった。うん、よかった、マジで。うわ、よかった。綺麗な、今回は子供、子供を島の外から買って漁師として働かせてた、子供を奴隷として扱ってたっていう過去がある島みたいで、まあ、今はもうそんなことないねんけど、そういう歴史を語りながら今の現在の情け島っていうのはどういうものなのかっていうのをいろいろとちょっと追って探索してみたいと思います。はい、上陸。すごいな、綺麗な島やな。はい、やっぱ港町って感じやな。漁師町って感じやな。情け島、人呼んで人身売買と奴隷島と呼ばれてる。戦後の話や、第二次世界大戦後、1948年の7月に、なんと17歳と19歳の少年が奴隷として強制労働させられてたけど、まあ、耐えきれんほどの重労働で、もう逃げ出すしかないと。で、親方の船をもうかっぱらって、親方の目を盗んで、で対岸のあっちの方に、八代島ってあるんですけど、そこの八代島に行って、さあもうめちゃくちゃ腹減ってると。で、もう家の軒先とかに路上に並んでるなんか豆があったんです、豆生えてて、その豆を盗んで、ってそれで警察に捕まって、どうしたんやと。そうなるっすよね、格好も、でボロボロやし、で事情を話して、じゃあこの情け島で家事故っていう風習があって、で人身売買、そして子供たちが奴隷として、漁師として働かされてたっていう事実が発覚してるんです。それで地元新聞社やったり報道で全国に広がって、ここの風習が全国に広がったっていう。で戦後、1948年、まあ、さゆったら最近ですね、昭和23年。もう今じゃこんなにのどかで、ちょっとどんどん入っていってみるか、これタバコや。うまや、ここももう閉まっちゃったみたいで、昔やってたらしいけど、これ古いな、この家。建物やな、壁も、昔は何百人住んでたみたいやけど、今は人口37人。太陽気になってると思うな。だから魚を当てにして刺身とか取れたてのやつで、ああ、それはやっててんやろな。それはいいな。ここにある、さっきも言ったように家事故っていう風習があって、だから言ったらもう子供たちに漁船の舵を取らせる仕事やな、で、もともとは島の子供たちにそれをやらせててんけど、大正時代とかになったら人手不足で、だから島の外の買ってその家事をやらせるようになったって基本的に県外の貧しい子とかを前金で雇い入れて、で家事として働かせたっていう、ただそれだけにとどまらず家出した子とか家事とかを捕まえては魚をたらふく食わせてやるとか、言うて甘い言葉で誘って、でここで家事として労働させてたっていう。でもそういうなんか貧しさと同時にあるんやなと思うよな、やっぱ戦後やったから、戦後のその当時っていうのは貧しいわけやな、だから天才孤児であったりとか、身寄りのない子供たちとかがたくさんおったから、だからそういう子らを前にで引き取って雇ってここで働かせたって考えたらね、実際その子供たちが喜んでたらよくはない、お金をその子らがちゃんともらってたら、まあまあ確かに、ただそうではなかったみたいで、まあ、実際そういう子らもおったらしいで、里子のようにこう引き取られた、まあ、言うたら親になる立場の漁師さん、親方がめっちゃいい人やったら、いいわけやん。なるほどね。ちゃんとご飯も食べさせてくれて、実際にたらふく仕事も、まあ、休みとかをちゃんと作ってくれたりとか、そうではなかったらしい、まあ、そういう人たちもおったらしいねんけど、朝4時起きで、でそっから夜の11時過ぎくらいまで
どうしてだかされたらしい。めっちゃ劣悪やな。いいよ、上部力と一緒やん。劣悪な、ほんま。確かにアフリカの時はエグかと思った。確かにアフリカの時は24時間ロードやな、アフリカ縦断とか。そうでしょ、南米アメリカと大陸企画みたいな、何回逃げ出そうか思ったか。結構休みやな。で、まあ、寮とかで失敗したりしたら、とかあとは逃げ出したりしたらもう耐えきれずに、でそれ親方に見つかったりしたらやっぱ姉妹から逃げづらいやん、でなんとか逃げ出そうとしたりして捕まってしまったら、もうボーっとしばち。だから実際休みっていうのもなんか正月とか三が日だけ。ジョブルブちゃうぞやっぱり。見事したのに今。見てこの景色、めっちゃ美しい。日本の独特のなんか瓦屋根の、伝統的な。こんだけこう敷き詰めて家が建てられてたってことはそれだけその盛り上がってたってことやん、寮自体が、子供たちもいっぱいおったんやろな、当時見つかった子供らだけじゃないからな。そうっすよね。この島の特有のそのカジコっていうの文化がここにあったみたいな、ああ生い茂ってんな。初めやっぱりその魚をたらふく食べさせてあげるって言うと誘い入れたわけやけど、その魚をたらふくもらえるわけもなくて、もう痩せ細って栄養失調でガリッガリになって、もう幽霊みたいな状態の子供らがいっぱいおったみたいな。でその事件が起きたわけやん。14歳と15歳の子が警察に見つかって判明して調査が入るわけやん、国の。で実際ここでもう50人以上のカジコがいた、その当時50人。めっちゃおるな。そういう話をしてたらなんかそう、なんかすごくこう寂しげに見えてくるような、こういう河原とかの、なんか全部寂しげに見えてくるっすね。あっちの言うたな。コメント欄で最近チンヤがようボケる。バレたか。結構登るな。そうっすよね。ここはやってるな、大根やな。え、ほんま、ほんますか。でもまだ一人も誰にも追ってないね。見事に、まあ、50人以上カジコがおるっていうことが判明したのと同時に、そのカジコたちは公の児童養護施設とかから買い取ったりとかもしてたみたいな、それエグいな。提携してたみたいな感じですよね。だから児童養護施設が子供を引き取ってここに横流しするっていうお金で、あんねや、そんなほんまに。だから戦後がすごく貧しかった証拠やな、行き場のない子供たちがおるわけやから、その子供たちはまだ小さいし、生活できひんわけやから、じゃあここで働かせようと。それでしっかり幸せに育ててくれたらいいねんけど、そうじゃなかったことがすごく多かったみたいやから事件にも発展してんけど、それはこの後話します、お願いします。景色がすごいなと思って、ここね、高台で一番高いな、ここが、その辺雲の差ありましたよ。その高低差に合わせて家が建っていってるやん。はいはい。自分でやりながらもう3人やねん。実際大事件が発覚したことがあって、ああ、そういう聞いたんですね。ある親方は、生けすに子供を監禁して、魚屋の生けすに、で、その子供が餓死してしまった。えっくっ。だからもう殺人や、逮捕されてんけど、殺人罪で、その親方は。で、その事態が起きて、カジコっていう風習がなくなったのかっていう思いきや、またカジコっていう風習は続いてて、えっくっ。監禁の事件の報道が世の中に広まってからも、その島の住民たちだけに関わらず、行政だったりとか報道関係者の中でカジコっていう制度に対して理解を示す人たちも結構おったらしいねや。っていうのは戦後間もない時っていうのは、もう貧しい人たちが世の中中にわんさかいて、漁業やったりとか農家の子供たちっていうのは、家の家業を手伝って学校ろくに行けへん人たちもすごく多かったみたいな、児童養護施設の制度とかもしっかり整ってなかったし、ちゃんと整備されてなくて、世の中自体が貧しかったから、天才孤児やったりとか、やっぱこう道端で身寄りのない子供たちっていうのは実際おったから、だからカジコって制度があることによって、そういう子供たちが実際に生きれてるっていう、しかもその不良たちもめっちゃ多かったみたいね。はいはいはい。荒くれ者みたいな人たちがいっぱいおって、不良少年飛行に走る人たちが、だからこそそういう制度があった方がいいんじゃないのかっていう、ただやで、
その強制労働させるのはおかしいやろと、うん、だから、うん、まあ一部の情報だけが尖ってそうやって噂されてるだけやって言われてたりもするし、はいはいはい、で、あ、海難事故で亡くなっちゃったしね、うーん、慰霊碑か、実際その後国や県とかの指導が入って、うん、ルールが定められてんけど、うんうん、まあ、きちんと雇用契約を結びなさいとか、あ、12歳以下の子供に対して労働させたらあかんよとか、うん、あとは島を離れたいっていう人はもう島を離れさせるとか、うんうん、あとはあの臨時しないとか、あ、もう当たり前で極力あの里子として、うん、養育をちゃんとしなさい、教育を受けさせなさいと か、うん、なんかそういうことが定められてんけど、まあ、今でさえ当たり前やけどその時は当たり前じゃなかったっていう、うん、その制度を作られて、そっから、まあ、十数名の言ったらカジコがこの島を離れたらしいね、うん、ただ結構残った人たちもおんねん、あ、環境変わって、いや、っていうよりやっぱりもう結局行く当てなかったから、島出ても生きていかれへんから、だからこの島に留まったっていう子供たちも多かったみたいで、イケスで亡くなった、うん、その事件は刑事事件化、うん、処罰されたけど、うん、その一件以外はカジコ制度っていうのはあの刑事処罰されなかったっていう。そうなんだ。総大島町立朝毛島中学校、今はもうここ休校になってる、うんうん、だから子供たちはおれへんけど、うん、子供らが書いてんやろな、うん、ハッピーな絵が祭りもあって、うん、まあ、で過去はそういうな奴隷制度みたいなのがあったけど、まあ、その後はこうやって小中学校ができて、この小中学校の窓内に、うん、この壁も、はい、化け物寮とかにある親おらん子供、貧しい子供、家庭の環境に恵まれない子供たちがここで住んで生活したっていう児童福祉施設で、平成18年になったらもともとのこの島の子らがもうおらんくなっちゃってんです、はい、あけぼの寮で暮らす子供たちしかおらんくて、その子供たちだけが小中学校通っててんけど、うん、平成29年になったらこのあけぼの寮も岩国市に移転したから、それと同時にこの学校も休校になっちゃったって。今このあけぼの寮はあの地域の交流スペースとして使われてるみたいやけど使われてないみたいだな、うん、せやな、うん、住民がおらんもんな、いや、まだ見てないな、うん、あの港でしか見てないな、うん、建物もなんかそこも住んでる感じがせえへんもんな、せやねんな、うん、なんかよく感じるけどもったいないなって思うよな、うん、まだ校舎も綺麗しグラウンドもな、うん、いっぱい人さえいれば若い人たちさえもっとおれば活用できるのになっていう廃墟やったり島っていうのがすっごい日本中には多いな、めっちゃあるな、少子高齢化っていうのがえぐいな、うん、結構ずそやなこの辺ねえ、え、頭、2台、頭がないんか怖いなこれ、イノシシぐらい出てきそうやん、だっていや、だってさっきの絵あったじゃないですか、あの学校の小学生が描いた絵、あそこに猿とイノシシ描いてたんですよ、てか絶対おるってことやね、撮影外で撮られへんかったけど猿パンおってんな、そうってことはイノシシもおんのよ、登るまた冒険感出てくる、うん、なんやこれ、島の人絶対37人もおらんやろ、おらんおらん、一人もおってない、みんな寒いから中入ってんのかな、いや生活感ないもん、まず、あ、なんか建物見えてきた、お前なるほど、反対側の港に来たわ、使われてなさそうっすね、なあ、船はおるけどな、うん、私この島はなんか無人島って感じやな、うん、釣り人がこうパッて船で寄るとか、そういう感じになるな、異様やな、人が使った形跡はあるのに誰もおらんって、話の時を昔に戻すと、うん、あの行政や国の指導が入ったその後1951年になってもそのカジコっていう制度はなくなってた、なかったっていうのが発覚して、はい、というのは虐待を受けてたカジコがまたこの島を脱走して、ああ、で5人が脱走したみたいな、次5人で、その5人は児童相談所に引き取られて、うん、話を聞くと
やっぱりそういう虐待とか、まあ、あったと、国や行政の指導が入ったのに、その指導っていうのが守られることはなかったんだって。また集落、漁村みたいなの、でも完全に廃村化してるな。こっちは廃村っぽいな。うん、傾いてんもんな。ほんまに一人一人おれへんな。カジコ制度っていうその実際の事件を映画化した怒りのことっていう、あんねや、公開されてる、数々の波紋を呼んだ話題作だし、文部省の特選映画っていうのがそれが選ばれて、小学校の講堂とかで、体育館とかで上映されたりとか。あ、なるほど、ね、だから結構その当時の人たちはその映画のことを知ってる人たちは多いらしい。ただそれはまあ反実録映画やねんけど、まあ言ったらリアルを題材としてんねんけど、ここで起きたこととかを、ただもうこんなん絶対日本で起きてないやろっていう目線でみんな、あ、その児童虐待者を描いた作品やったみたいな。見てみたいけどもう見られへんらしい。あ、そうなんや。ないんや。子供がこう働かされてる家庭で、あの鳥小屋みたいなところに監禁させられて、腹減りすぎてその子供がこう石を食べるシーン、すごいむごいシーンがあったりとかえぐするらしいんだけど、すごいな、ほんまに廃村やな、ほんまにだけど運びまくっとんだよ、例えば、島やから簡単に解体とか大規模なことできるんだよ。確かにね、買えるとか、だからその当時の日本家屋がそのまま残ってるわ。美しさと同時に寂しげとか悲しみみたいな感じさせられるな。ただこっちはすごい綺麗な、だから絶景の人身売買塔っていうのはすごい。ああ、そういうことか。なるほどね。ほんまや。新しいとか使ってるように見えるけど住んでるかもないな。ないね。すごい貴重な光景やな。人口10人未満買う？なあ、港の近くにないか。そのレベルやな、絶対。さっき言った怒りのことっていう映画が公開されていろんな賛否両論があったって言ってましたけど、言ったら地方差別じゃないんかって意見もあったわけやね。何かって言ったら、そのカジコっていう制度っていうのはその戦後のその当時はもう全国中にカジコだけじゃなくて、農村では、農村の、まあ、児童強制労働だったりとか、はいはいはい、まあ、沖縄とか、東北、宮城とか津軽の方とかいろんな場所でそういう制度っていうのは実際あったみたいな。なんでかって言ったらやっぱり貧しい子供たちで溢れてたから、仕事自体も貧しくてなんとかありつくっていう状況の中でその子供たちを買い取って、で農村で働かされるとか漁業で働かせるっていう、そういうようなことはいっぱいあって田舎では子供を手伝わせるみたいな感覚のもとで、そこにお金が発生するっていうのはいっぱいあったみたいな、都会からしたらありえへんけど、ただ地方田舎からしたらそういうのは当たり前やっていう意見もすごくみたいで、高度経済成長期になって、都市部で大量に労働力が必要ってなるまではそういう制度っていうのはなくならんかったみたいな。まあでもよう西成とか牛島くんとかの世界でもあるもん。確かにな。大人で日雇いでとか言って1ヶ月契約とか言ってタコ部屋入れさせられて、強制労働させられる、あれもう実際人種部屋は一緒やん、この辺の人や田舎の人たちからしたらそういう映画がやったことに対して一部の逸脱した事件に対して、このカジコっていう伝統的な制度全体を批判してるんじゃないのかっていう。なるほどね。教育者であったりとか報道陣とかが一部擁護してたみたいな話だけど、必要悪っていう、だから貧しさの中で、なんとかそういう生活を成り立たせるためにとか子供たちを救うためにっていう風な制度でもあったっていう、この両面で。だからまあ対人やんな、雇う人とか里子として迎え入れる親方とかがいい人なのかどうなのかみたいな、結局その子供たちが幸せやとそれでいいやん、引き取り手がないから施設とかに投げやりにするっていう、あれももう一緒や、そういう問題っていうのは世の中に世界にもいっぱいあると思う、俺ら日本で豊かに暮らしてるからこそ木彫りにはなってないだけで読み書きできへんっていう、子らが普通に世界遺産のモヒリとかやってたわけやん、チケットのモヒリとか喋られへんねん、何語も、似たような風習制度っていうのはあるよな、そういうのって、それをこうどう見るかっていうところやけど、まさきみたいに対比だなって思って、情けしま、情け、あのその映画では愛しま、愛って書いてしまう、っていうふうにあの結構言われてたみたいな、愛を持っていきましょうっていうことですよ、はい。
こんにちは。こんにちは。こんにちは。全然人会わんかったから安心しました。誰もおれへんな思って。最後の最後にあったかい夫婦と会いましたね。うん。うん